チャロ、なんちゃんです。ガートちゃんです。タッキーです。りょうちんです。はい、ということで本日の企画はインドでウーバーイーツならぬゾマト頼んでみたい。イエーイ。めちゃくちゃ YouTuber 初めてやったわ、確かに。ということで、インドでよくウーバーイーツ企画やってるんですけど、インドでウーバーイーツというものがなくてですね、ゾマトという、デリバリーできるサービスがあって、今回はそのゾマトというサービスを使って、KFC を頼みましたので、いいね、これを食べながら、今後のチャロブラザーズの活動について、4人で話していきたいなと思います。はい、乾杯しますか。乾杯しよう。乾杯。チャロー。チャロー。チャロー。こういうあれなんで。チャロー。これは何飲んでるんですか。これはコロナですね。コロナビール、はい。各国にあるコロナビールのインドで生産されてるやつ。はい、インドで作ってるんです。インドで作ってるんですね。生産者みたいですね。私が作りましたね。今日頼んだ KFC は、はい、日本にはないものがいくつかあって、やっぱ一番分かりやすいのがビリヤニだよね。ビリヤニは世界三大炊き込みご飯って言われてるんですよ。本当だよ、ね、本当本当。一つが松茸の炊き込みご飯、そうなんだ。一つがパエリア、はいはい、で3つ目にビリヤニ。あ、そうなんだ。てか炊き込みご飯でそんな三大みたいなじゃあるんだ。大体何でも作るからね。てか中国のチャーハンじゃないことが驚く。チャーハンは炒めてるから。あ、ダメなのか。炊き込みじゃない。炊き込みじゃないから。そういうことね。ビリヤニってこれ炒めてないんだよ。そっか。これとあ、これなんか、そうです。炊き込みみたいなやつに入って。そうそうそう。っていうのがビリヤニですね。なるほど、勉強になった。勉強になります。あとはインドっぽいので言うと、もうチキンでもさ、このスパイスの量。確かに。今日のかけ方はだいぶ丁寧だね。だいぶおとなしいよね。うん。あとこのマヨネーズとかね。こういうのとか。なんかさ、ダイナマイトなんちゃらってなかった？これだ、ダイナマイトスパイシーマヨ。はいはいはい。結構辛いらしいんで。名前がすごいね。辛いのが得意な料理です。辛いの担当です。食べてもらう。っていうのがあったりとか。あとね、俺気づいたんだけど、赤いやつはノンベジで、緑のやつに入ってるとベジなの。あ、それある。そういうのもある。そう。あ、だからこれポテト入ってる。そうそう。すごくないこれ。マックもそうだった気がする。そうなんだよ。これはインドならではだろうな。確かに、わかりやすい。結構重大なことだもんね。ベジタリアンとノンベジタリアンがね、分かる。インドならでは感ある。これは。じゃあ早速食べていきましょう。はい、いただきまーす。そう、ケンタッキーだけじゃないけど、インドで頼むと全てがスパイシーで、基本辛いよね。うん。辛いっていうか、スパイスが入ってるよね。スパイスが入ってる。あ、ビリヤニうま。ビリヤニ美味しいよね。うん、うまい。日本でビリヤニ食べれる場所ってあんまりなかなかないから。そうだよね。ビリヤニの存在を知らない人もいるかもしれない。うん、結構ランチとかではよくね、ビリヤニ食べるよね、うん。日本人でインド料理何が好きって聞いたときに、ビリヤニって答える人多いね、うん。結構多いと思います、ね。逆にインドの食べ物で好きなやつとかあります？はい、マサラドーサ。ダメ。むっちゃ朝ごはんにデリバリーで食べちゃう。ドーサ美味しい。さっきのインスタをもしフォローすると、2日に1回マサラドーサのストーリーが流れてくる。結構ね、そう、現地の、やつ、食べ物だと結構デリバリーして安いから、うんうん、なんていうのか、なんか日本料理とかピザとか頼んじゃうと、本当日本のウーバーイーツと同じぐらいの値段かかったりするけど、うんうん、なんか現地の料理、そのローカルの食堂みたいなところからデリバリーすると、本当ドーサとかだと100ルピーしないぐらい、でも150円とか200円以下とかでデリバリーできて、全然もう超満足みたいな。確かにマサラドーサはマジでうまい。でもマサラドーサってカルナータカが発祥の食べ物、そうなんだ。カミルとかじゃないんだ。じゃないらしい。あ、でも俺のソースは同僚のインド人2人だからっていう説もある。しかも2人ともカルナータカ出身だから、そう言ってるだけかもしれない。分かんないけど、けど南であることは確かだよね。そうちょっとそろそろ今後の今後について話すとか、じゃあなんか
ありますか？なんかインドのお酒を紹介したい。あー、出た出た。いいね。そうなんかインドにお酒のイメージってあんまりないかなと思って。確かに宗教的にもね。そうなんかその飲まないって人も結構いるし、そもそも、で結構私がお酒好き で、うん、でも周りの人も私がお酒好きってこと知ってるから、なんかインドってお酒あるのって結構心配されたりするんだけど、全然あるし、なんかインドで作ってるそのウイスキーとかジンとかワインとか、ね、結構いろいろなんか美味しいのもあるので、いいね、確かにワイナリーとかも行く、ワイナリー行こうよ、確かに、うん、行きたい、マンガロールはワイナリーめちゃくちゃあるし、うん、そうだよね、うん、楽しいしね、ツアーゲロゲロになるまでワイナリー行こうちょっと大丈夫かな、大丈夫かな、なるじゃん、なるじゃん、すぐ今もうどうなんかな、梅同じぐらいばっかりもう一つは昔のチャロブラの動画でチャロブラ予備校っていう大きなコーナーがあって、はいはいはい、それはサバジがこうインドの例えばインパール戦争についてとか歴史とかね、そうそう、はい、カーストについてとかそういう説明をしていたんですけど、うん、それを今後とも撮っていきたいなと、うん、思っていて、それはもうチャロブラ予備校の一コンテンツとして教えてタッキーっていう動画でタッキーからこういろいろと説明をしてもらうためにっていう、まあ、講座動画ね、うん、インドの、まあ、時事ネタとかね、そう今月のインドニュースみたいなやってほしいよね、いろいろある、うんうん、でもう一つが、まあ、インタビュー系動画、うん、これは、今インドに在住してる、まあ、インド人なり日本人に、はい、まあ、いろいろインタビューをしていきたいなと思って、結構インドで働いてる日本人とか起業してるね日本人とか、うんうんうん、面白いことやってる人たくさんいるので、うん、そういう人たちにちょっと密着というかインタビューしたい、うんうんうん、まあ、直近でもインドにアイドルが来て、うん、そうだよね、その彼女を密着した動画とか、うん、ああいうのを上げてたりするので、うん、まあ、あんな感じでいろんな人に密着してインドの活動をこういうことやってますっていうのは少しフォーカスできるといいかなっていう、そうだね、他なんかあります？こういうのやりたいとか、あ、俺個人的に言うと、あのそれこそ自己紹介動画でも言っちゃったけど、あの料理人、インドで日本人が食べたい料理を作るにはどこで材料買えばいいか、そうだね、どんなの買えばいいか、ね、あと逆にインドでは絶対これは手に入らないから持ってきた方がいい、これは持ってきた方がいいよとか、はい、そういうのをやりたいのと、もう一個料理系で言うと、インド人に家庭のインド料理を教わりに行きたい、ああそれいいね、うん、確かにそう、マサラの使い方チャパティとかね、動作の作り方とか、ね、そうでね、それこそ姉ちゃんにリクエストされたんだけど姉ちゃんでよく出てくる姉ちゃんインドカレー大好きなの、ああ、うん、はい、日本でもインドカレー屋さんによく行ってるんだけど、日本でインドカレーを本格的な、ね、インドカレー作るってなった時に、はい、どういう作り方ができるか、あ、うん、本場ではこういう作り方してるけど、確かに逆バージョンだ、さっき言ったの、うん、インドでは手に入るけど日本では手に入らないものをどう代用するかとか、そういうのを動画にしてくれたら嬉しいって言われて、確かにちょっとハードル高いけど、まあやってみたいかなみたいなのは、最近、ね、日本でもインド映画話題になって、うん、あるからね、結構インド料理も多分興味持ってくれてる人も多いと思うし、カトちゃんクッキング、あ、いいじゃん、カトちゃんクッキングっていうコーナー作ろうよ、それいいじゃん、それやろうよ、カトちゃんクッキング、オッケーオッケー、やろう、買い物から、で、買い出しの動画から、この場所、ワンエムジーモールとかルルモールとか、まあ、僕たちスパンガロールに住んでる有名なこうショッピングモールがあるんですけど、そういう紹介から始めて、いいじゃん、今日の材料はこちら、ドンみたいなね、これはここどこどこで買ってきて、どこどこ、いろんなとこから調達してるもんね、鶏肉とか豚肉とか、そうそれこそ牛タンとかね、うん、そうだね、日本人の中妻さんからいろいろ教えてもらったり、ローカルだったらローカルのドライバーとか同僚からおすすめのお店を教えてもらったりして、うん、でそこに実際出向いてみて、うん、日本人が満足できる清潔感が大事だね、超大事で、買ってきてるみたいな感じでね、うんうん、どっちは、俺はね、ね赤ちゃんめちゃくちゃしんちゃんになって出てきたんだよ、おーいあのね、よねまあ駐在員の生活をまあお届けするっていうのは、まあ、いいのかな
あ、単純にまあ週末結構みんな運動してたりとか、そうだね、ゴルフとか、うん、まあ、サッカーやったりとかいろいろやってるんで、そういうのもまあだけ、まあ、ゴルフ場とかもすごい綺麗なところいっぱいあるし、確かにね、うん、あのなんだろう、下は激しいけどな、まあね、ビキビだけどね、うん、でも本当に自分がここに赴任するまではこんなに楽しく週末過ごせると思ってなかったから、それはぜひお伝えしたいなと。こんなに楽しく生活できると思ってなかったと思って、うん、仕事してるのかとか思ってやる仕事してる前提でそれはでもあの週末も楽しく過ごせますよ、うん、確かに解決しないで過ごせますよっていうのはぜひお伝えしたいかなと思いますね。でもこれだけはマジで脚色なしで言っときたいけど、週末は楽しいけど仕事は普通にしんどい今まではね、そういうのも話したいよね、うん、ここがしんどい、ここが嫌だよ、うん、インド人とか、うん、ここはいいねインド人とかさ、うん、やっぱある、国内出張めんどくさいとかね、空港間の移動が、そうそう、しかね、いろいろあるじゃん、やっぱ働いてるとさ、いいところもあれば、もちろん悪いところもあるしさ、しんどいところもあればさ、逆にキャリアとして来てよかったなとかさ、うん、そういうのもいろいろあるじゃん、うん、そういうのもなんかテーマに沿っていろいろ話していきたいなと思って、ちゃんとリアル、ね、そう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 、いいところばっかりじゃなくてね、うん、で悪いところばっかりフィーチャーするのでもなく、うん、ちゃんと全体的にリアルをお話ししたいよね、 そうね、その上でこう対応した方がいい対策はこうとかいろいろそういうのも説明できると思うし、ね、うん、はい、僕はどちらかというとエンタメをやりたい系なんです。そうだよね、常に不自由でいかに面白い動画を撮るか、はい、っていうのをこうやりたいタイプなので、うん、もちろんこうためになる動画とか、うん、そういうのも根本にあって、うん、インドに興味をもっと持ってもらいたいっていうのがあるんで、うん、そっち側なんですよ、うんうんうん、だから藤井風のな、また別の曲やってみたりとか、うん、まあ、もう誰とは言わないですけど、次に決まってるりょうちんが撮る動画があったりとかね、あれ早く撮りたい、早く撮りたいとか、まあ、それ動画の MV やってみた以外にもこういろいろインタビューでインド人に聞いてみたとか、うんうん、インド人の家ついてってみたとか、う、ね、なんでこういろいろアイディアがある、うんうん、そういうのをしてやりたいなと個人的には思ってますね。あ、そう、あとあれだね、あの生放送、生配信を月に1回やりたいなと思ってたんだね。でチャロプラも昔は実は毎週日曜日に毎週やってた、うん、あ、そうなんだ、そう、酒飲みながらご飯食べながら、うんうんうん、今週あった出来事とかニュースとか、まあ、コメントもらって質問が出たらそれに答えたりとかっていうのを1時間毎週やってたので、それをさすがにちょっと毎週は大変なので、うん、月1回やって、その代わり月1回でいろんなご質問いただいたらそれに答えたりとか、あとは今月のインド時事、うん、インドで起こった、うん、そあのニュースとか出来事とかっていうのをいろいろとこう話していけたらいいかなと、うん、毎日インドではいろんな出来事やニュースが、ね、間違いない起こってるから、うん、なんかそういう面白いのをピックアップして、うん、こういう出来事がありましたみたいなのを、ね、紹介すると、うん、なかなか現地の情報ってね、うん、日本からキャッチできなかったりする、そうだよね、まあ、大きなニュースとかね、うん、ぐらいしかやっぱ見れないし、うん、日本でインドのさニュースがフォーカスされることってほぼなくない、ほぼない、直近で言うと RRR とコロナの時はもうしょっちゅうだったじゃん、うん、まあそうですね、僕最近で言うとあれじゃない、電車の事故、ああそうだね、はいはいはい、うん、この前グルガオンであったあのデモ、はい、うん、報道みたいな、そうそうそう、もう別に日本で報道されたりしてないでしょ、してないと思う、うん、だからあまりそういうのが出てなかったりするので、うん、あと何かありますか、あ、いい、また俺だけどいい、どうぞ、このメンバーでさ旅行行きたい、そうだ、旅行、そう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 、旅行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 、インド国内旅行 Vlog みたいな、うん、はいはい、うん、行こう、旅行をやって、どこ行く、どこがいいかな、気軽なところだとゴア、うん、そうだね、まあ、飛行機1時間だし、ゴア、ケララ、北インド行こうと思うとちょっと大変だもんね、大変、デリー乗り継ぎとかになるから、うん、リゾート基地、うん、っていうと、まあ、アンダマンニコバル諸島とか、そっち系が出てくるけど、まあ、フォアはね、カジノがヒッピーの聖地ですから、あれだね、なんか、登録者数何千人とか、あ、いいね、うん、記念旅行みたいな、いな、うん、じゃあ直近は4000人か、直近4000人だね、4000人行ったら、どこ行く、
近場から行こう。ゴア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 マイソール。マイソールのゴア。あ、車で行けるところからでしょうか。まずマイソールでじゃあ動物園とかでも行く。三十超えたら男女を呼んでマイソールパレスと動物園動物園と。うわ、ゾウがいる。平和な動物園。4000人達成でマイソール行く。マイソールにしよう。ゾウとか見ても感動しなさそうです。そうだね、その辺歩いててもおかしくない。一番に行ったら、うん、どこ行く。海外行こう。そうだね、ハードル高い。海外行くかも。インド関係ないじゃんってなるかもしれないけど、インドに駐在してるからこそ日本からだと行きにくい、この国に行けるよみたいな。あ、行きやすいよみたいな。ドバイか、モルディブとかね。モルディブ、このメンバーで。すげえ悲しい気持ちになるよ。なんか、なんだろうね。ちょっと違うか。なんか、ドバイですね。ドバイか。おのおの別のパートナーついてきて。そうだね。動画の時だけこの4人で行ったんだ。確かに確かに。パートナー作るな。ドバイいいじゃん。ドバイいいね。ドバイあるドバイ。それこそ中東のウズベキスタンとかさ、トルコとかさ、日本からだとね、ちょっと行きづらい。絶対行けないじゃん、ね、はい、ということで、本日は今後のチャロブラザーズの活動について4人で話してみましたが、もしこういうのやってほしいよみたいなものがあれば、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。この動画良かったなと思う方はチャンネル登録、いいね、フォローよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。今日は動画を見てくれてありがとう。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、SNSのフォローよろしくお願いします。